中です。今日はですね、ちょうど昨日大阪のですね、梅田津大書店で、井上弘之先生とですね、河合克久さんと一緒に、リアルイベントをやらせていただきました。こういった中でね、リアルイベントをやらせてもらえるっていうのはすごくありがたいなっていうふうに思ってるんですけれども、その中ですごく言ってたのは何かっていうとね、とにかく自分の幅を広げるための、読書術というか選書術みたいな話をさせてもらったんですね。それはどういうことかっていうと、やはり自分に興味がないもの、今現在の自分に興味がない本を買うのがいいんじゃないのみたいな、そしてさらに言うと非言語のものも買うのがいいんじゃないのみたいな話をよくしました。それにどういう話をしたかっていうと、まずね、僕らの脳っていうのは本当にですね、気づかないうちに過去の自分が、過去から今ね、過去から現在までの間に自分が興味のあるもの、過去から現在の間の自分にとって重要なものを見つけようとしてしまうわけですね。よくカラーパス効果なんて言ってですね、目つぶってくださいなんて言って、青いものは何個ありましたかなんて言われてもわからないんだけども、目を開けてみると青いものが飛び込んでくるみたいな形でですね、自分が興味があるものっていうものに人間の目とか脳はそういう情報をキャッチしようとするわけですね。なので、普段本を買おうとするとですね、本屋さんに行っても大体同じような場所に行ってしまう、大体同じような本を取ってしまうというのが人間の習性なわけです。それがですね、さらにインターネットが発達したことによって何が起こったかっていうと、 Amazon なんかもですね、レコメンド機能なんかがあって、過去の自分たちが検索したもの、過去に買ったものからですね、AI が、ほぼ自動的にですね、買いそうなものを選んで表示してくると。これがインターネット社会で今起きていることなんですね。こうやっていくと何が起きるかっていうと、自分自身の興味関心っていうのがどん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 狭いところに押しやられてしまうという現象が起きるわけですね。これをある種フィルターバブルというふうに呼んだりとかするわけですけども、これが何が怖いかっていうとですね、さっきから言うように過去から現在に自分が興味のあるもの、過去から現在の自分にとって重要なものしか見えないっていうふうに考えるとですね、この普通に生きてるとですね、どん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 狭い価値観に閉じ込められ、どん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 過去から現在までのですね、古い価値観に縛られ続けてしまうということが起きてしまうわけです。そうするとですね、人生っていうのはもう簡単に言うとどん詰まっていくだけなんですね。特に、まだうまくいってない人、まだ人生がうまくいってない人がですね、人生がうまくいってない価値観の閉じ込められてしまうとですね、今後、お先真っ暗という状況が、起きるというふうに考えていいんですね。そこで、昨日ね、蔦屋書店さんで話したのは、梅田の蔦屋書店さん行ったことある人ならわかると思うんですけど、もう膨大な本があるわけですね。それで、ちょっとね、冗談交じりに、ここまでね、売れない本がたくさんある書店はないと。実際そう思うんだよね。代官山の蔦屋書店なんかもそうなんだけど、たくさんいっぱい本があるし、人もいっぱいいる。でも果たして、利益ってどれぐらい出てるのかなと思った時に、俺なんか思うんだけど、あんまり利益出てないんじゃないかなと。正直売れない本が大量に置いてある。でもこれって、すごいことなんだよね。売れない本が大量に置いてある本屋がある。これは本当にカルチャーなんだ、まさに。彼らがカルチャーを作りたいっていうね、コンセプトだったと思うんだよね。例えばカルチャーコンビニエンスクラブっていうね、確か名前だったと思うんで、会社のね、蔦屋さんをやってる。だからカルチャーってものをすごく大事にしてるんだっていうのが、梅田の蔦屋書店さんとか、代官山の蔦屋書店さんを見ると分かるわけだよ。じゃあカルチャーって何なのって言ったら、みんなで、作り上げるものなんだよ。だから、俺は昨日もね、話したのは、もうとにかくもう目つぶって、手に取って、目つぶって本棚を、ですね、本屋さんの本棚を触って、で、なんとなくピンときた本を買えと。それを買って帰ってくれみたいな話をしたらですね、何人かの人がそういうのを買ってってくれて、感想をくれたんですね。やっぱり新鮮だったとか。でもそれって本当最初は大変だと思うね。例えば写真集買えってもよく言ったのね。で、俺なんかも結構写真集とかいっぱい買うようにしてるんだけど、これって非言語の情報だからよくわかんないんだよ。特に俺たち日本人っていうのは、解釈の仕方すらね、答えを求めようとする。裏切ってこういう意図で、この人が、撮ったんじゃないかとかね、こういうところが認められてるんじゃないかみたいな形で、非常に俺たちっていうのは、解釈というか答えを求めがちなんだよね。でも、そんなの関係ないと。答えなんかないからね、そのアートの鑑賞になんていう話をして。そうすると、じゃあ持って帰ると写真集みたいなの買って、家に帰った時に、すごくよくわかんねえなっていう現象が起きると思うわけ。で、俺はそれでいいと思うわけ。ただそれを続ける必要があるななんていうふうに思うわけよ。
例えば、まあ、俺タバコとか吸ったことないから分かんないけど、この前なんかタバコの吸ってる人の話、吸い始めの話をね、友人がしてて面白かったんだけど、最初タバコとかってやっぱり吸い続けなきゃ分かんないよねみたいな良さが、で元々はそのタバコを吸ってる人とかがかっこいいなと思って最初吸い始めて、でどんどん吸ってるうちになんか良くなっていく、最初は本当に見せたりとかして全然美味しくないんだけどみたいな話をしてたんだけど、なんかそういうのに近いなと思って、今までの価値観じゃないものに触れた時に最初はねきついんだよね、最初はきついんだけども、でもそういうずっとそれを見たりとかしていくうちにだんだん分かっていくみたいな、世界なんじゃないかなというふうに思います。でもそうやって、まあ、自分のね視野を広げるっていうのも一つの手なんじゃないかなということで、今日はですね目をつぶって本を選べというね話を、させていただきました。今回ですね、井上裕之先生と河合克人さんと一緒にですね3人で、まあ、ツアーというかね何か所かこう出版記念講演会で、回らせていただいてて、まあ、非常にですね僕自身もすごく勉強になるし、やっぱりこうやって、誰かと一緒にね、仕事回るっていうのもすごく楽しいなって思いました。ということでですね、引き続きよろしくお願いいたします。